日本は海岸線だらけ。うわー、味があるね。いいね。俳優安田顕がふるさと北海道の海沿いを気ままにドライブ。うわー、すごい。港で出会う旬の幸。やばいやばい、重っ。プリップリ。いいですねこれ。そこは絶景、心の安らぎ。そして人情。あれ、俺情緒不安定なんだろう今。心配。涙出てきた。見たかったあの夕日。すごいね。安田顕の港町一人旅、 BS 日テレにて29日木曜夜7時。まあちょっと忘れ方いいんじゃないかな。